えー、令和4年度行政書士試験を受験された皆様、えー、本日はどうもお疲れ様でした。えー、令和4年度行政書士試験、えー、の公表ですね、これからあ、まあ、30分から4、えーまあ、50分ぐらいですかね、えーまあ、決まっておりませんけれども、始めたいと思います。えー、担当いたしますのは、レック専任講師の日高です。えー、どうぞよろししくお願いいますはいえー 繰り返しになりますけれども、えー、今年の試験ですね。令和四年の試験、お受けになり、えー、なった方々、えー、大変あのお疲れになったことと思います。えー、どうもお疲れ様でした。<laughs> えー、令和四年の行政書試験では、えー、これはあ皆さんですね、えー、いきなりこう定性のおまあ用紙というか問題訂正のお紙がですね配られておりまして、えー、まあちょっとおまあそこでいきなり メンクラッタという方もいらっしゃるかもしれません。こういったあの問題訂正の用紙が配布されております。<laughs> はい。でこちらあの実際に受験したスタッフからですね借りてきた問題集になります。ですからあの多少あの鉛筆の書き込みなどもありますけれども、まあそれはご容赦ください。皆さんも手元にこの令和4年度の行政書士験問題ですねお持ちの方はぜひご用意ください。 とはいえ、この公表動画では基本的には解説詳しい解説はいたしません。 えまあ詳しい解説については後日ですねえまあ例えばレックであればウォークモンといったような過去問集ですねえそこできちんとえまあその条文番号ですとかえ判例の年月日ですねこれをきちんと記載したものをえご用意しておりますのでまあ詳しい解説についてはそちらの方ですね是非ご参照いただきたいというふうに考えております。ここではではすねえまあ今年の試験 まず率直にどういう感想をお持ちになったかそれをまあ講師としての立場で、まあ、まずは推測しているところですけれどもおそらくですね今年の試験、まあ、どういう傾向にあったかというと全体的にはまあ例年通りといった傾向にあるものというふうに思われます。 つまり特別難しいとか特別優しいということではなくですね、えー、まあ全体として見ると総合的に見れば例年通りという問題が多かったのではないかと思われます。ただし例えば個別の科目ごとに見ていきますと今年はこの科目がちょっと難しかったなとかあるいはちょっと出題傾向が変わっているなという問題はいくつか見られました。 えー、特に恐らくですね実際受験された皆さんがお感じになったことは一般知識の出題傾向といいますか、まあ、問題ですね。 えーまあ、去年も昨年もですね、えー、その時事的な問題が多かったという傾向はあったわけですけれども、まあ、今年も引き続き的、えー、的な問題題が比較的多く出題されております、えー、今年に関しては特にロシアです、ねえー、に関わるような問題であるとか、えーまあ、あとはあのアメリカですねやはりあのアメリカにおいてはその2022年に中間選挙というものが実施されておりますので。 えー、まあこの中間選挙に関,関連して、えー、アメリカの政治、えー、政治史ですねに関する問題、えー、こういったような問題があ一般知識で主催されているという傾向があります。はい、えー、それではあちょっとお科目別に振り返っていきましょう。えー、まずは一ページ目のからあ問題一番問題二番があ例年通り、えー、基礎法学の問題になっておりまして。 まあ問題一番は、これはもう、ある意味、定番というか、一つのパターンになっておりますけれども、学者の書いたですね、まあ、学者の書いた書物ですね、本から引用されているといったようなものになります。伊藤正美さんという方は、有名な憲法学者の方なんですけれども、 最高裁判判所の判事を務められた方ですですからこれ出典に書いてある通りこの「裁判官と学者の間」っていうタイトルがついていますがまさに学者であると同時に裁判官も務めていたというところからその率直な感想とかこういったものをしたあのした,ためたです、ね、本ということになります。ただ内容的にはですね えーまあ、いわゆる判例法というのはあのどういうふうに考えるべきなのかそして判例はどういうふうに形成されてくるのかといったようなテーマのもとでの文章ですね、まあ、オーソドックスな内容のものということになります。はい、そして問題2番が法,令法律用語に関する問題ですが、まあ、内容的にはあの、まあ、主に民法。 ですねまあ、立法事実っていう言葉は、えー、民法と直接関係あるものではなくですね、まあ、民法以外の法律にも関係してくるところということになりますがおおむね民法そして刑法ですね更生要件は刑法ということになりまして、えー、法律要件とか法律効果そして要件事実という言葉が登場しました要件事実っていう言葉は、まあ、これ実はですね皆さんがその行政書士験合格したあとで、えー、特定行政書士っていう そういうあの資格があります。特定行政書士というのは、まあ一種のこれは認定資格になります。 えー、つまり行政書士の方しかですね、えー、行,政あの行政書士の登録をしている人しか、えー、その研修を受けることはできず、えー、そして最終的にその認定考査ですね、えー、その考査があの試験があってその試験をクリアした人だけがその特定,行政書士特定行政書士になると何があのできるかというと。 えー、端的に言うとこれ審査請求の代理人ですね、まあ、いわゆる不服申し立ての代理人となるための資格これが特定行政書士と呼ばれるものです。えー、まず特定行政書士になる前提として、まあ、行政書士に,の、えーにえー、ならなければいけないつまり行政書士権に合格して行政書士登録をしなければならないわけですけれども、えー、その先にある資格ですねこれが特定行政書士というものになります。 でその特定行政書士の試験の科目の中にこの要件事実論というのがあるんですね、まあ、ですから要件事実っていう言葉ぐらいはもう受験生の段階から知っておいてくださいねという趣旨で出題されているのかなと。 まあ、あの知ってる人にとっては決して難しい言葉ではないんですが、えー、ただあのもちろん学習したことない方にとってはあ、まあ、これ何なんだろうという言葉になるわけですね。ですから、えーまあ、こういったところはあその常識として知っておいてほしいような言葉が、えー、取材されている。 まあ試験員の立場からすると、えー、行政書士を目指す人にとって、まあ常識にしてほしい言葉ですね、えー、こういったものが出題されているという傾向にあるだろうということになります。<laughs> はい、えー、まあ基礎法学ですね。ちょっと詳しくあのお話をしてしまいましたが、えー、次憲法ですね。見てまいりましょう。問題三番以下が憲法、問題三から問題七番ですね。までが憲法です。 まあ、憲法に関しては、えー、まず大まかな傾向から言うと、えー、統治の問題が比較的解きやすい問題が多かったのではないかという傾向にあります。統治の問題に関しては、まあ、判例も聞かれてはいますが基本的には条文知識ですね、えー、これで対応できる問題も、まあ、2問ですねされておりますので、えー、統治の方がまあ比較的解きやすい。 他方でその人権の問題は判例問題が例年通りですね、出題されておりますが、まあ、例えば、この問題3番のようにこの判断基準から遡って想定されている事例はどれかといったような形で問うと、まあ、ちょっとあの少しひねった形式の問題が出ておりましてこれは、あの、 まあ、通常皆さんであればですね、皆さんはその事例をまずある程度頭に入れた上でこの事例に対する判断基準がこれだというふうにですね、えー、という順序で学習していると思います。 で学習の順番としてはそれで構わないんですけれども、今度はこれを逆に遡って聞いている問題ということになります。この判断基準はこの下の1から5の事例のうちどれに関するものかというふうにまあ逆に問うというパターンですね。えちょっと新しい傾向だなということになります。はい、そして問題4番が。 まあこれ比較的ちょっと難しかったかなという問題です。この医薬品の通信販売に関するその判例なんですが、これあの例えばまああの憲法の判例としても重要なんですけれども、まあ例えばあの行政法の判例としてもこれはよくまあ。 テキストあるいは抗議録の類に、えー、掲載されているものということになります。まあレックのあの合格講座の抗議録でも実はあの行政法の方で、えー、詳しくですね、まあ比較的詳しく取り上げているものになります。ですから、えー、この問題を見てですね、えー、これどっかで見た判例なんだけれどもでも憲法の抗議録に載ってたかなと、えー、まあそこでちょっとあの悩んだ方もいらっしゃるかもしれません。まあこのあただ よくよく考えてみると憲法と行政法というのは広報というまあ大きな括りですね大きなそのカテゴリーで言うと同じものということになります憲法と行政法というのは広報というまあ大きなそのグループの仲間であると言えるわけですね このような観点からその憲法と行政法をそれほどあのきちあの最初はですねもちろん別の科目として勉強するんですが、えー、学習が進んできた方はぜひ、えーま、憲法は憲法行政法は行政法というふうに別々に理解するのではなく、えーま、憲法的な観点からこれが問題になる、えー、行政法的な観点からこういうところが問題になるというふうにですね、えーまあ、いわば、その 複眼、えー、的に、えー、見ていくと、あの一つの判例を複眼、えー、的に見ていくということも必要になってくるわけです。えー、例えばあの有名な判例で言うと、 マクリーン事件ですねあるいは、えー、エホバの証人剣道受講拒否事件ですね、えー、こういったような有名な判例があるわけですがこれらはいずれも憲法の判例としても重要であり同時に、えー、行政法の判例としても重要であるわけです。ですから、えー、このように、えー 一つの判例がを素材として、まあ、憲法の問題として出る年もあれば行政法の問題として聞かれる年もあるんだということをです、ね、ぜひ、えー、意識していただきたいということになります。<laughs> いや問題5番は適正手続きに関する判例問題で、えー、いわゆる人身の自由なんですが、まあ、あのさほど難しい問題ではないんですけれどもただあのちょっと判例をあまり、えー、詳しく学習していなかった方にとってはちょっと難問だったかなという問題ですね。<laughs> えー、問題6番問題7番、うん、あ問題6番がこれが統治の問題です、えー、統治のの問問題題で、まあ、条文知識とということになります。 あえー、と失礼しました、条文知識の問題これ1問だけですね。 で問題7番はこれは判例の問題であると裁判の公開に関する問題ですがただまあ判例をあの全部くまなく覚えていなくても、まあ、例えば現場思考ですねで考えていっても、えー、例えば証人尋問の時に実際遮蔽措置といってつ、えー、いたてなどを立てることがあるわけですね、まあ、こういったことはあの例えばあその裁判実務の,あの常識として、えーまあ、講義の中で私は例えばあの、えー、憲法の講義の中で話を したりすることがあるんですけれどもこういったことはもし知っていればですね、まあ、それほど判例を正確に覚えていなくても解けたのではないかとそういう問題になります、はい、では問題8番でですすね以下が行政法です問題8番はちょっと新しいタイプというか空欄補充形式を取っている問題ですがただあの落ち着いて読んでいけば一つ一つの判例はですね えー、基本的なあの判例知識を素材としたものになりますので、えー、さほど難しくはないだろうという問題ですね。えー、これがその、えー、問題8番は,これはあの、えー、例えば朝日訴訟であるとかあるいは、えー、この人配に関する労災保険給付に関する訴訟とかあと在外、えー、あの外国にいる人に対するそのいわゆる えー、健康管理手当の支給に関する判例とかですね。まあ、これはあの一つ一つの判例を取り上げてみるとさほど難しくはありません。基本的な知識を問うものということになります。ただあの形式があのちょっと目新しいために迷ってしまったという方いらっしゃるかもしれません。まあ、うそういう方は、えー、ぜひですね。えー、あまあこれはもう、えー、ちょっと、えー 落ち着いて読めば解けたんだなというふうに、えーまあ、あのもう一度見直していただければと思いますもちろんあの今日見直す必要ありませんけれども、えー、少しあの時間を空けてですね、えー、あこれ実はあのそんなに難しい問題じゃなかったんだということをあの確認していただければ結構です <laughs>、えー、問題9番以下のところで行政法総論の問題ですがこれもあの、まあえー レベル的にはですね、例年通りの問題と、で行政法の問題はああ総じてですね、例年あのまあ全問正解難しいにしてもあの五択一形式にあの限った話ですが、全問正解難しいにしても、えー、まあかなりの高得点をですね狙うことはできるという問題が出あ出題されております。問題九番もそうですね。で問題十番の行政調査、これも判例の知識の問題。 ですけれども、えー、まあ判例をくまなく覚えていなくても消去法でも対応できるという問題,の問題であろうということになります問題11番は行政手続法の問題でこれはもう条文知識の問題ですね問題12番も行政手続き法の問題でこれも同じく条文知識をどれだけ正確に理解して覚えていたかという問題になります 問題13番もこれは届け出に関する問題が出ましたが行政手続法に関しては条文はなるべくくまなくですね繰り返し読んでそしてポイントになるところはきちんと覚えていく必要があるということになるわけですね。行政手続法というのは実はあの、まあ、記述式問題で出題されることが多い。 法律ですから、まあ、これは、あの、行政手続法に関しては、とにかく、あの、条文を繰り返し繰り返し読んで。で、えー、ポイントを理解しつつ、そして重要な、あの、キーワードなどはきちんと覚えていくことが必要になる。はい、問題14番、行政府副審査法ですが、これも条文知識の問題です。えー、そんなに難しくありません。えー、問題15えー、森林の問題ですが、えー、森林が職権でできることですね、えー。これもさほど難しい問題ではないということになります。 はいえー、問題16番、えー、行政府副審査法の教授の問題ですけれどもこれも基礎知識を問う問題です、えー、これ間違えた方はですね、えーまあ、これはちょっと反省が必要かなという問題になります、えー、問題17番が行政事件訴訟法ですが、えー、これはあのちょっと解釈を、まあ、正解の選択肢に関してはこれ解釈ができないとですね、えーまあ、あの正解をす,あのすぐには選べないという問題ですが まあただあのそうは言ってもあの消去法を使っても正解にたどり着くことができるという問題ですからさほど難しい問題ではないということになります。問題18番のこれはあの今年は処分性の判例が出ましたこれ訴訟要件に関する判例問題というのがもう定番の取材になっております。 処分制か、まあ、原告的確かあるいは協議の訴えの利益かと、まあ、大体この3つが、えー、こう順りに主催されるといったような傾向にありますので、まあ、来年は例えば原告的確または協議の訴えの利益ですね、まあ、この辺りをあの特に念入りに抑えておくと。 で念のため一応処分性の判例ですね処分性の判例も今年出たもの以外の判例が出る可能性がありますですから、えー、そういったところをですねある程度、えー、抑えていけばあ良いだろうということになりますまあこれはあの、えー、今年受験していなくて来年もし受験を考えている方は、えー、ぜひそういったところを意識しながらですね学習をしていただきたいというところになりますはい問題19番 <laughs> えー、無効確認訴訟ですね、これ、順用、何が順用され、何が順用されないかというところが、えー、出ております、これも一つの定番の質題になっておりますので、ぜひですね、えーまあ、ここはあの順用条文、えーまあ、今年受験した方で、えー、これがちょっと解けなかったな、難しかったなという方も、まあ、少し時間を空けてからで結構です、あの今日すぐやる必要はありませんが、えー、ぜひ見直しはしておいていただきたいところということになります。 問題20番が国家賠償法の問題で今年はやはり1条の問題が出ましたしかも判例問題ですね。国家賠償法1条の判例問題というのは例年の定番となっております、まあ、昨年以前の傾向とちょっと違うのが選択肢がですね個々の選択肢がちょっと短くなったという傾向はあります。 えー、国家賠償法一条の判例知識の問題というのが、まあ、ここ数年間一個一個の選択肢が非常に長いものが多かったんですが、えー、今年この令和4年の問題に関しては国家賠償法一条の判例知識の問題ですね、えー、一つ一つの選択肢はかなり短くなったという印象があります。で内容的にはあの決しして難しいものでありません はい、で問題21番が国家賠償法2条の判例知識に関する組み合わせ問題になります。でこれはあ,の、まあ、ある意味例年通りというか、えー、一つ一つの記述の長さがです、ね、非常に長いわけですね、えー、判例を問う問題ですが一個一個の、まあ、記述ですね A、えー、から A まで並んでますけれども一つ一つの,、まああの選択肢というか、まあ、記述ですねこれが非常に長いという傾向にあります。 これは例年通りかなという問題ですで内容的にもですね決して、まあ、さほど難しいわけではないんですがただちょっと細かいところの表現ですね判決の表現これは正確に覚えていなかった方にとってはちょっと手こず,手こずった問題ではないかと。 まあ組み合わせ問題だから、えー、ある程度ヒントがあ、まあ、ヒントが分かればですねヒントというかあの選択肢をその消去するポイ,ポイントが分かれば、えー、それで正解にたどり着くことはできるという、まあ、そういうタイプの問題ですけれども、えー、ただあの一つ一つの記述が長いわけですから、えー、そこでちょっと手こずったという方もいらっしゃるかもしれません。<laughs> はいえー、問題22番が から問題22からです、ね、24までが地方自治法ですねで地方自治法の問題問題22はあのさほど難しくありません、まあ、ちょっとあの少しひねった形式にはしてありますけれどもさほど難しい問題ではないとそして問題23番が住民監査請求と住民訴訟に関する問題でこれもあの過去もきちんと検討していた方にとってはさほど難しい問題ではないだろうということになります。 これはあの総じてですね地方自治法というのは過去問の焼き直しが非常に、えー、多く出題されるという傾向にあります。この問題二十三番も実はあの過去の、えー、問題をきちんとですね、えー、丁寧に検討していた方にとってはあ地方自治法の問題ですね、えー、過去問を検討していた方にとっては、えー、さほど難問とは思われないという問題ですね。はい問題二十四番が都道府県の事務に関するうまあ地方自治。 の規定に関する問題と、まあ、条文知識を問う問題ですがちょっと細かいところを聞いている問題かなという、まあ、そういう傾向がありますですから、まあ、あのこれは落としても仕方がないいとところだろだうとは思いますが、まあ、ただあのよくよく考えてみるとやはりこれもあの過去問をです、ね、きちんと検討していた方にとってはあ似たような問題あったなと思い出せるそういうレベルの問題ですから地方自治法に関してはやはり過去問学習が大きな意味を持つと。 いうことをですね、えー、改めて再認識するような問題ということになります。<laughs> はい、問題25番が国家行政組織法あの久しぶりに出ました。ここ数年間あの国家行政組織法の問題があのしばらく出ていなかったんですが、えー、条文知識を問う問題が出ておりまして、まあさほど難しい問題ではありません。えー、例えばあのレックでいうと合格講座の講義録ですね。これをきちんとマスターしている人にとっては、えー、これは難なく解けただろうという問題になります。 はい、問題26番、国籍と住民としての地位とありまして、まあ、これはあの地方自治法をベースとしながら、いわゆる、まあ、行政法上の、ですね広報上の基本問題にあたる問題ですね、これを問うような問題ということになります。 ただ基本的には中央治法の延長線上にある問題ということになるので中央治法の過去問をやはり検討していた方にとってはさほど悩むことなくですね、まあ、正解を出すことができただろうという問題になります。はいでは問題27番以下が民法ですね。まあ、民法に関してもこれはじゃあどういう傾向にあったかというと、まあ、ほぼ例年通りの難易度であるということが言えます。 ただあの、ここ数年間の民法の傾向を見ていくと、えー、民法に関しては、えー、これは民法をですね、えー、苦手としている方にとっては、えー、難しいなと、えー、つまり、えー、例えばあの五死択一九問中の、えー、例えば二問しか正解できなかったとかあるいは三問しか正解できなかったという方があのいらっしゃってもおかしくないという問題になります。えー、民法に関しては、は得得意不得意不がです、ねえー、かなりはっきり、っき えー、現れてくるとそういう傾向にあります <laughs> 例えば問題27番これ虚偽表紙の向こう対抗できない善意の第三者に関する問題でまああのまあ、条文知識というよりはおおむね判例知識ですねまあこれをメインに問う問題なんですがこれ決して難しくはありませんあの基本判例の知識を問う問題になっています、えー、しかし この一番の判例知識のであってもですね民法があまり得意ではないという方にとってはあのかなり手こずった問題ではないかなということになります、はい、問題二十八番ですね専有権に関する問題ですこれも基本的な条文知識そして判例知識ですねやはりあのポイントになるのは判例知識なんですが えーまあ、これも民法をです、ねえー、あまりその繰り返し学習していないという方にとっては、えーまあ、手ここずっっててしままも仕方がななないい問題かなということうになりますあのちょっと細かい判例の,、えー、の知識もです、ねえー、合わせて聞かれていますので、まあ、そこまで学習が及んでいないという方にとってはなかなか厳しい問題だということは言えます。<laughs> えー、問題29番が今度は「寝て当権に関する問題ですね。 妬、まあ、定当権が一番、えー、定統権として第一順位としてついていてで第二順位にはあの普通の定統権がついているとそういうシチュエーションです、ね、の問題ということになります。ただ問われている内容自体は妬定当権に関する制度ですねこれの理解を問う問題で。 まあ、妊娠当計というのは、あ実は、あの、意外と行政書試験繰り返し出題されております。これも、あの、まあ、過去問をですね、検討している方にとっては、あの、きちんと検討した方にとっては、あ、妊娠当計、そういえば、あの、えー、あの、ちょっと前に出たなと、と、えー、思い出すレベルの問題です。 まあ、その以前過去10年以内に取材されている「熱帯統計」の問題はこういう事例ではなく条文知識を端的に問う問題だったんですがこれをちょっと形を変えて取材したというふうに考えていただければ結構です。 ただあのこれも繰り返しになってしまいますが民法をですね例えばあの一通りしか学習できていないという方にとってはちょっと厳しかったかなという問題になります民法に関してはこれは私あの民法の収録の時にもですね何度も申し上げてますけれども民法は必ずテキストを三回以上繰り返し読むと。 1>, で1回目は例えばこういうレックの合格講座のような講座をお聞きになっている方は講座を聞きながら今並行して1回通読するわけですね。でそれでは1回通読しておしまいではないというのが民法の特徴です。必ず2回、回とと繰り返しし読ままななけければいいせん。そうしないと民法は理解できないんですね。ですから民法をとにかく民法である程度得点できるようにしたいと。 これ民法でほとんど得点できないということになると、えー、これ行政書士試験ではですね、えー、かなりあのハードルが高くなってしまう。えー、全体の6割取ればいいというのは、えー、これはあのご存知だと思いますが、えー、全体の6割っていうのはあの他の資格と試験と比べると比較的低いハードルになります。しかし、えー、これをですね、えー、民法があのほとんど得点できていなかったということになるとハードルが一気に上がってしまうということになるわけです。 ですから、民法である程度得点できるようにするためにはどうすればいいかということをですね、えーまあ、これあの来年の受験をお考えになっている方に対してはぜひ、えー、この点は意識していただきたいと思います。<laughs> はい、問題30番が、えー、これは…えー C、まあ、から贈与を受けた行動産を売却するという契約で、えー、贈与契約と売買契約が組み合わさって,組み合わさって、まあ、結局売買契約がメインになってますがえただあの内容的にはまあ債務不履行です、ねえー、がメインテーマである問題ということになりますこれはあの改正点のまあ条文知識を問う問題ですこれはあの民法の規定に照らし、えー、正しいものはどれかですからあの判例は問われていません えー、5番目の選択肢が実はもともと判例があったところを、えー、条文化したっていうそういう改正点ですねですから、まあ、これが正解になっているんですけれども、まあ、こういったあの傾向その改正点を正面から問うという出題が、まあ、去年からされております、えー、その令和3年から、えー、あのそういう傾向の出題がされていて引き続き、まあ、平成29年の民法の改正 このポイントを問うという傾向は、引き続き続いておりますので、また、令和五年です、ね、にも、この傾向は続くだろうと予想されます。はい、問題三十一番。これもあの解除に関する問題ですね。まあ、これも実はあの改正のポイントを問うという意味では同じです。これも、だから、平成二十九年の改正点ですね。が、どこなのか、どういう改正があったのか。 というところがあ、まあ、問題意識として、えー、必要であるということになりますで問題三十二番は、えー、これは賃貸借ですね、えー、賃貸借契約 <laughs> 賃貸借契約も、えー、これも改正があったところではあるんですけれども、えー、ただこれももうここ数年間ですね、えー、かなりあの頻繁に出題されている 分野と、まあ、項目ということになります、えー、賃貸借というのは、えー、ここ数年間ですねこの10年間の間に、えー、かなり頻繁に出題されている、まあ、だからこれも過去もちゃんとやっていればですね、えー、ある程度対応できただろうという問題になります はい、問題33番法定率の問題はこれちょっと難しかったのではないかと予想されます、えー、かなり細かいところまで聞いています404条という条文があるんですが、えー、これはもう落としても仕方がないというものですね、えー、かなり民法あの得意な方であってもこれはお、ま、そ、あ、らく落としていると思いますので、えー、そこはもう特にですねできていなくてもあまり気にされる必要はありません はい不法行為の問題で、えー、まあ正当防衛に絡む問題ですねあの関わる問題がまあ出題されておりますまあ正当防衛というのは実はあのかなり昔にですね記述問題で出題されたことがあるわけですが、えー、久しぶりに今度は五試択一の方で出題されたということになるんですねまあ一応これは、えー、その古い記述問題を知っている方にとってはああれかというふうにあの思い出せるもの。 なんですけれども、まあ、古い記述問題あの見たこともないという方にとってはちょっと厳しかったかなという問題になります <laughs>、はい、問題三十五番相続の問題ですがこれは消去法で解けます正解してはあのかなりマイナーな条文の、えー、選択肢なんですけれども、えー、消去法でこれは解ける問題ですからこれはぜひですね、えー、得点してほしいというところになります はい、問題36以下が商法・会社法ですが商法・会社法は今年はかなり厳しかった、えーまあ、全部落としても仕方がない、えー、ぐらいのレベルの問題ということになります、まあ、とはいえあの設立のところで1で、ねえー、問確保できたという方も少なくないだろうと思われますので、えーまあ、逆に言えばです、ねまあ、会社法商法・会社法全部で1問ないし二問しかできなかったという方は、えー、さほど起因、まあ、される必要はありません。 まあ、商法会社法に関しては今年は、えー、得意不得意かあの関わらずですね、えー、まあ,、まあ、とあの特にできる方はあのかなり高得点取られてると思いますけれども、えー、そうでないあの一般的な受験者の方にとっては、えー、まあ難しかったのかなと、えー、そういう傾向にあります。<laughs> まあ、一問ないし、でできてれば十分です。 で問題41から問題43までが多種選択式で、えー、ここすあこれあの、いわゆるですね、岩沼市,市議会の、まあ、いわゆる、えー、出席停止処分ですね、出席停止の懲罰決議に関するその取り消し訴訟、えー、これが、あ あのこれを素材とする問題が出ておりましてこれはある意味あの、まあ、レックでもですね、えー、これは憲法の抗議録にきちんと、えー、掲載していて、えー、これ危ないですよというふうにあのどの,あの講師もですねあのおそらく言っていたはずです。えー、これはあの判例変更があったところだと大法廷判決で判例変更があったところだから、えー、ここはあの特にですね、えー、注意してくださいねと。 部分社会の法理をもはや使っていないなんだというふうにですねこれはあの繰り返し注意を促したところですからここはまあ皆さんですねある程度できているだろうと期待しているところです。しかしかですね えー、そうはいってもこの補足意見というところから出材されておりました判決文のその、えー、まあ判決文の,いわあ,のあるいは多数意見というんですが多数意見の方からの出材ではないというところで、えー、まあかなりですね、えー、難しかったなという印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。ただまあ,あの4つの空欄のうちせめて3つはですねやはりあの補充してほしかったとそういう問題になります。 はい、問題42番が情報公開法に関する問題ですね、いわゆるあの行政機関情報公開法、えー、例年であればあ、一般知識の方で出題されることが多い問題ですけれども、まあ、考えてみると、行政機関情報公開法も当然ですが、行政法の一部です。ですから、行政法として今あの、今年は多種選択式の中で、えー、これを聞いてきたということになります。 そして行政機関情報公開法という法律においてその開示請求ですね行政文書の開示請求の手続きに関するルールが置かれているわけですけれどもよくよく考えてみるとこれは行政手続きであるということになるわけですねつまり行政手続き法上の申請に対する処分に当たるんだということになる。 でその申請書の記載事項に等について、えーまあ、特則というか詳細に規定が置かれているとこれが行政機関情報公開法の特徴であるということになるわけですねですから、えー、行政機関情報公開法の中に、えー、置かれているその開示請求行政文書の開示請求という手続き自体が実は行政手続き法という一般法と深く関わっているんだと。 つまり特別法の方に規定がない部分については一般法である行政手続法が適用されるわけです。この関係をですね意識しながらこの問題をぜひこの問題文を読んでほしかったとそううい問題43番がいわゆるあの損失保障と国家賠償の谷間の問題と呼ばれるものですね。 これもあのレックの「豪華講座」の講義録の中にはもちろん取り上げていたわけですからここはのちゃんと読んでいた方にとっては難なくですねただあの中にはあのやはりちょっと迷ってですね一つぐらいあのまあ空欄間違えてしまうという方もいらしたかもしれません。 はい、問題44から問題46がいわゆる記述問題ですね記述式問題ということになります。記述式問題に関しては、えーまあ、まず講師としての目線でですね、えー、見ていくとオーソドックスな出題があさほど難しすぎず優しすぎずといったような問題が出題されたというふうに まあ感じました、えー、しかし、えー、例えば問題44番はあその問題文自体がかなり長文にわたってですねこれまず読んでいくだけで、えー、結構時間取られてしまってでいろいろこう考えあの、えー、書くべきことをですね、えー、で迷ってしまったと、えー、何を書いていいか迷ってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。 ただ、えー、行政法の記述問題というのはあ、まあ、民法も年、ね、によってはそうなんですが、えー、行政法の記述問題というのは大抵、えー、この誘導がありますのでこの誘導をあのきちんと生かしてください、えー、つまり誰を被告としてで、えー、前期のような被害を受ける恐れがあることにつき同法の定める訴訟要件として、えー、訴訟要件ですよね当該是正命令がなされないことによりどのような影響を生ずる恐れがあるものと主張し で、これは条文表現を踏まえて記すこととはっきり書いてあるのでもう条文通りに書いて結構ですあのいろいろ自分でオリジナルに考える必要はないんですねだから逆に言うとこれ条文の言葉を覚えていなかったらかなり苦労してしまうということになりますそしてどのような訴訟だから訴訟類型の選択っていう問題なんですがまあ、いわゆる非申請型義務付け訴訟 ですね、まあもうちょっと答えに近いことを言ってしまうと非申請型義務付け訴訟ただここではもう非申請型義務付け訴訟と書いてしまうとあのこれ45条オーバーしてしまうので、まあ、そこはうまくですね表現をまとめていく必要があったと、まあ、これは REC の方で回答速報をですねアップロードしてますのでこちらを是非参考にしていただければと思います。はい、問題45番 問題45と問題46は例年通り民法の記述問題になりますでまず問題45番が、まあ、これが、えー、無権代理とと相続というまあ論点でその中でどのパターンにあたるか、まあ、いくつかパターンがあったわけですがどのパターンかというと、えー、本人が無権代理人を単独相続したケースですねこのパターンということになります。 でえー、そこで、えー、これは民法の規定より判例に照らしその拒否につき理由を付して40字程度で記述しなさいとあるわけですから、まあ、あとはもう判決文の言い回しこれを意識しながらですね、えー、書いていけばよかったということになります。まあ、無権代理と相続っていう論点自体は、えー、五種択一式で、えー、よく出題される、まあ、典型論点の一つということになります。 で、えー、今年に関しては、まあ、この令和4年に関しては、えー、本人が無権代理人を単独相続した場合に、果たして履行の拒絶ができるかどうかですね。えー、まあ、追認拒絶ですね、あの、履行の拒絶ではなく、あの、追認拒絶ですね、ができるかどうかという問題です。まあ、履行の拒絶と、ま、同じ、えー、結果的に同じになるんですけれども、えー、履行の拒絶、あるいは、追認拒絶ですね、拒絶ですね。えー、これができるかどうかですね。<laughs> はいえー、問題46番ですけれども、えー、この問題46番、えー、は、今度は、えー、土地の賃借人があ対抗要件を備えていない場合ですね、対抗要件を備えていない場合において、えー、果たして、えー、土地の不法占拠者に対して、えーこの人、この人に対して、えー、その土地の、まあ、不法占拠者、あるいは不法,、えー、不法に、 その塀を設置している人に対して何いかなる請求ができるかそもそも請求できるのかできないのかといったところから考えていく必要があるわけですがまずこれは法改正によって対抗要件を組みした不動産賃借人はその不動産賃借権に基づく妨害排除請求ができると。 されれているわけでで、ね、ですすすねここは改改正正点本があったところですでしかしながらこの問題46番の事例におけるその土地の賃借人は対抗権を備えていないわけです。じゃあ対抗権を備えていなければ何も請求できないかというとそこで考えていただきたいわけですが債、まあ、権者代意見というものを使っていくわけですね。つまり えー、土地の所有者が、えー、その不法占拠者あるいはその,、えー、その物件を妨害している人物ですねに対して、えーまあ、その妨害,妨害排除請求権という権利を持っている所有権に基づく物件的妨害排除請求権という権利を持っていますすここの権利を大行使するるとがでできるわけです。 しかもこれはいわゆる債権者代権の転用の例ですから無視力などは要件として課されないししかも土地の賃借人が対抗権を備えている必要はありませんまた対抗権を備えていなくても使えるのが債権者代権ということになるわけです。はいえ民法の記述その記述問題もこれでおしまいですが。 特にあの最後の問題46番に関してはこれは民法が得意か不得意かによっておそらくまあつまり民法をあのどちらかというと苦手にしている方にとってはこの問題はもちろん難しかったということになると。 それに対し、まあ、民法がどちらかというと得意だという方にとってはこれは難なくですね債権者代権というものが思いついてそれを書くことができただろうという問題になります。はい、法令科目はこれぐらいにしましまょう で一般知識についてですね、えー、見ていきますが一般知識は全体的に言って、えー、冒頭でも申し上げたとおり、えー、ちょっとあの若干傾向があ、まあ、変わったというか、えー、昨年の傾向を引き継いいいだとととうことが言えると思います、えー、時事的な問題が比較的多い、えー、というところですね。 逆に言うといわゆるあの今まで取材されていたようなその高校レベルの政治経済のような問題ですねこういった問題が少し少なかったのでそういったところにちょっと学習を特化していた方にとっては少し厳しかったのではないか逆にふ、まあ、普段から新聞とかニュースとかですねそういったものに目を通している方にとっては比較的解きやすい問題もあったということになります。 はいまあ、ロシアの問題これが特徴的ですね今年はえそしてヨーロッパの国際組織は、まあ、これはあのオーソドックスな政治経済の問題です。えー、軍備縮小軍縮これも、まあ、合格あのレックの合格講座の講義録には載っているものですからそこに目を通していた方はあおそらく解けただろうという問題です。 はいえー、郵便局の問題はこれはもう時事問題を問うものですよねあの最近郵便局ではどういう業務をやってるんだというところを、まあ、中心として問う問題で、まあ、社会常識の問題かなという問題になります、はい、問題51番、まあ、これはもう政治経済、えー、国際経済ですねに関する問題です GDP を比較したと、えーまあ、あの諸国で比較しているという問題ですね あのちなみにこの問題51番が問題訂正があったところですからここでちょっとあのかなりですね混乱してしまったという方もあの場合によってはいらっしゃるかもしれませんはい問題52番森林林業に関する問題でまあこれはあのちょっと落としても仕方がないのかなという問題です問題53番アメリカに合衆国における平等と差別に関する次の問題のうち妥当でないものはという問題ですが まああのいわゆる、えー、その女性の中絶の権利に関するあの判例変更ですね、これは出題されておりませんが、まあ、それが出てもおかしくなかったんですけれども、えー、ただ、そこを外す形で、えーまあ、こういう問題が出題されていると。でえー、これはあのヒラリーヒラリークンントンが、えー まあ初めてのですね女性大統領になったというところは明らかにおかしいので、まあこれはあの常識がある常識的にですね考えていけばすぐわかるという問題です。アメリカ大統領まだ女性大統領はあの誕生しておりませんので、ただあのその常識があればですねすぐにわかったという問題です。 はい、問題54番は環境問題でこれもあのレックの合格講座の講義録に実はあ,のある程度まとめて、えー、記載があったところですから、えー、そこをきちんとですね、えー、学習していた方にとっては難なく解けただろうという問題ですあの難易度的にもそれほど難しくはありません、えー、そして問題55番が、えー、55と56がいわゆる情報通信の用語に関する問題です、えーまあ、これも 形式自体はです、ね、さほど、まあ、目新しいものではありませんので、えーまあ、情報通信用語を、ね、コツコツ学習していた方にとっては、あまあ、比較的解きやすい問題ではないか、ということになります。問題五十七番だけが個人情報保護の問題で、今年はちょっとあのこれ、意表をつかれた形になりましたが、あの実はあの令和四年にです、ね、の四月一日に、あの令和二年の。 あの個人情報保護法改正点とそして令和3年の個人情報保護法改正点が、えー、同時に施行されています令和4年の4月1日、えー、そうすると今年はまさにあの新しく出来上がった個人情報保護法ですね新しく出来上がったというのはすなわち、えー、行政機関の個人情報保護法も取り込んだ形になった、えー、新しい個人情報保護法 そこから支払されるわけですから、当然支払い数は増えるだろうと予測されていたわけですが、その予想に反してですね、1問しか支払しないという問題になっています。まあこの問題に関しては、まあそのある程度ですね個人情報保護法の条文知識を押さえていれば解けたはずの問題ということになります。 最後に問題五十八番五十九番六十番がこれちょっと著作権の関係で今ここでお見せすることはできませんがただ問題差しお持ちの方はですねもうお分かりかと思います、まあ、オーソドックスな質題になっています時間をかけて一生懸命考えていけば正解を出すことはできるという問題ですねですから、まあ、この問題に関してはもうあとは時間との勝負というところがあっただろうと言えます いかにですねうまくその時間をこう融通してこの文章理解に時間を確保できたかというところがまあ一つポイントになったのではないかということになるわけですね。まあ、これはもう例年の傾向ですから文章理解に関しては必ずその時間を確保するということを心がけるこれが重要だということを改めて認識するさせるような問題ということになります。時間さえあれば全問正解あの も不可能ではないとそういうレベルの問題ですね。<laughs> はい、えー、以上全体その令和四年の行政書試験ですね全体を見てまいりましたが、えー、まあ途中ちょっとあの問題の中身にも入ってしまいましたけれども、まあざっと見てきたところやはり例年通りの難易度であろうということになります。ですから合格率に関してもおそらくですね令和三年とさほど変わりがない合格率になるのではないかと予想されます。 まあ、記述問題がよくその合格率の調整弁として使われていると言われておりますので、えー、まあこれもですねあくまであの、まあ、現時点での、えーまあ、現時点でのその、えー まあレクとしての,その本試験公表の見解に過ぎないものですから実際の,その合格その正答率ですねこれを見ていくと実際にはあじゃあちょっと記述の採点厳しくなるのかなもしくはあの逆に優しくなるのかなというふうにですね、えー、まあ決まってくるところはあるんじゃないかなというふうに考えております。例年通りと思ってていいただいて結構でですすからもういやぜひですね、えーまあ 今日すぐ、まあ、回答をご覧になる必要はもちろんんありません、えー、回答に関してはですね、えー、ちょっとあの当日見るのは怖いという方も当然いらっしゃると思いますのでそういう方はあのまあ今日はゆっくり休んでいただいて、えー、そして、えー、またあのしばらく間を空けて1週間ぐらい空けて、えー、それからあの,ぜひあの回答速報ですねこちらを参考にしていただければと思います、まあ、とにかくあの本日の試験ですね、えーまあ、あの地域によっては雨も 降ってくる中大変、まあ、あの非常にです、ねまあ、心身ともに疲れていらっしゃることと思います今日のところはぜひゆっくりお休みになってください、はい、それでは以上で令和4年度の行政書試験問題の公表の動画おしまいとさせていただきますお疲れ様でした